さあ、これは多分地下水道だから、上行ったらどうなんだこれ。上行けない。なんか怖いな、銃突きつけられてるみたいで怖いんだけど俺。さあ行くぞ。何があるかな。なんだ、曲が変わったぞ。兵士がいるな。とりあえず持っておこう、レーション。これどうにかして溶かす方法ないのかな。本当に辛いんだけどな。どういう巡回経路を取ってるかわかりませんが、こっちから行けばいいでしょう。よし、オッケー。何が巡回してるんだ。なんかめちゃくちゃ行動が速くする、あいつら。あっち行ったな。むちゃくちゃ速いよな、あいつ。機械か何かでも飛んでんのか。うわー、そういうやつか。なるほどね、そういうパターンか。開け。あんなのに引かれたら人止まりもないからな。よいしょ。さらに地下かな、これ。地下じゃないね、上だね。あんなのがいてたまるかよ、まったく。でも人じゃないだけよかったな、まだ。おお、グスタワ・スネーク、よくご無事で。少し休んだな、待ってな。君は変わらんな、スネーク。スネーク、急ぎましょう。マルフ博士のところへ。何？マルフは無事か？わしもここからなんとか脱出しようとしたんじゃが、このエレベーター内側から開かんのじゃ。グスタバ、3人で1列になって進もう。待ってくれ、スネーク。あんたに渡すもんがある。見張りかくすねておいたんじゃ。カード5。すげえな。あなたの後についていくわ、スネーク。なんで微妙にあやが来んだよ。そこに絶対それマルフ博士来るだろ。これ上行けんの？行けない。なんでこんな微妙に列に間を作るんだよお前は。これもしかしたらちょっとやり過ごした方がいいかもしんない時があるな。おや、動いてない、来ないね。逆に怪しいな。おうおう、あれ、さっきまでのなんかロードローラーだみたいなやつがいなかったな。なんで。まあいいや、行きましょう。どっちだっけ、上か。さあ、どうすんだこの後。あ、まだね、レーション戻ってる、レーション戻ってる。よっしゃ、回復化させて。よっしゃー。いやー、死ぬかと思った本当に。こっからどうすんだろうな。バケツかぶってもさ、一人しかかぶらないじゃんこれ。どれだっけ？ 1 だっけ？どれで開くんだこれ。5で開くの、もしかしてこれ。なことはない。あれ、開かないじゃん、どれも。どれも開かないんですけど。待って。マルフはどこにいんだっけ？忘れちゃったよ。あれ？こっち戻れない？としたら、どっか壁をバンってやれば出てくるのかな、なんか新しい道が。北の方って言ったな、タワービルの。上には行けないから。じゃあもう一回さっきのとこ戻りましょう。すっごい忘れちゃったよ。マットナーを救出してちょっと満足してしまった。で、さっきのやついないんだよな、もう。
お、弾薬だ。これ、俺が報復したらみんな報復すんの？あ、報復しないね。じゃあなんか手当たり次第に進んでいけば道が見つかるのかな。どっかあるかな。怪しいな、やっぱりここかな。ないよな。どうすんだろうこれ。あ、道がある。なんだ、こっち行けばよかったのか。で、これをカードを置く。なるほどね。汚いな。これなんだ。汚ねえな、本当に。こう。多分これこのままタワービルか。お、おーい、スネーク。もうダメじゃん。少し休ませてくれ。スネーク。わかった。少し休憩しようか。わしはちょっと用を足してくる。行ってらっしゃい。いや、一人で大丈夫なの君。スネークが5、ちょっと待って。グスタバ？グスタバ、そこに腰を下ろすの？汚れてるけどいいのか、そこ。まあいいや。おかしいわね。仕方ない。マットなわは見えても年だ。違うよ。私たち、世界的な天才学者、元オリンピック選手、元特殊部隊隊員が、こんな下水道で。運命さ。運命？そうね、そうかもしれないわ。私ね、子供の頃よく聞かされたの。私の母に、第二次世界大戦中のポーランド、ワルシャワ放棄の話。私の母は地下水道を何日も走ってナチスの手から逃げ延びた。泥まみれになって、真っ黒になって、顔も見分けがつかないくらいにね。親子ね、私も母も、戦争に取り憑かれてるのよ、きっと。グスタバ、スケートをやめてどうして STB なんかに？いくら東側でもオリンピック選手とのもなると待遇がいいんじゃないのか。そうでもないわ。なんていうか、そう、氷が冷たく感じたから。氷？スネーク、奥さんはいるの？いや、家族などいない。家族はいない。君は？一人よ。別に独身主義者でもないわ。チャンスがなかったのかしら。恋人は？一度だけ結婚を考えたことがあった。私がまだ氷の上を走っていた頃。今でも苦しくなるような大恋愛だった。フランクハンターっていう西側の男。フランクハンターって聞いたことはない。なんかさ、なんかどっかで聞いたことあるな。ハンサムで紳士でインテリで、でもいつも何かに怯えていた。私、家族もスケートも何もかも捨てて、どこまでも追いかけて行きたかった。亡命を。そう、でもダメだった。西側は私の受け入れを最後になって拒否したの。よくわからないけど、政治的な理由で。レセプションコミュニティが整っていなかったんだ。よくあることだ。それ以来、私や家族はひどい生活を。私たちは選手権を奪われ、リフューズに行くにされ、STB に入るしかなかったんだ。でも後悔はしていないわ。以前、氷の上しか知らなかった私と違って、今ではいろんなことを知ったわ。人も殺した。彼には、それ以来、会っていないわ。私たちのベルリンの壁はいつまでも残っていたんだよ。おーい、お待たせ。どこで用を出したんだこの人。長いトイレだ。行きましょうスネーク。よし、行くぞ。行くぞお前ら。いいか、行くぞ。ついてこいよ。よしよしよし。マットナは長い用でしたね。さて、ここの先になんか、これか。こっちは何があるんだ？こっちは特にいないと。よいしょ。しかしまあ、なんていうか、この本当にこのスペースが何だろうね。ここの間に、清丸博士が入るのか、それともなんか、単純にこのマットの博士が俺らを避けているのか。
さあ、よし、1回だ。ゴー。おーおーおー、上まで来たってことかこれ。ちょっと待って、安全のため確認するけど。あ、待って、地雷原、地雷原が横にあるぞ。慎重に進もう。 なんでこんなビムにしゃがむのこいつ。やめてよ、まったく。よし、じゃあ回収したかったんだけど、回収したかったんだ。うしゃがめないので回収できません。ああ、なんだこれ。ちょっと待ってよ、これ踏まざるを得ないんじゃない。どうなってんのこれ。待って、俺の交点がどれか分かんなくなってくる、これ。こっちでいいのか。よしよしよし、地雷原抜けたね。お、橋だ。一人ずつしか渡れないわ。わしから行こう。追い先短いもの、どうなっても誰も悲しまわんわ。悲しまないわいか。怖いね。大丈夫じゃ、渡ってこい。じゃあ次は私ね。お先に、スネーク。その先になんか敵兵いるんだけど大丈夫かな。大丈夫みたいよ、スネーク。早く渡ってきて。よし、行くぞ。おおおお、ちょっと待って。おい、ちょっと待って。グスタバ死んじゃったんじゃないか、これ。グスタバ。グスタバ。私やっぱり氷の上しか歩けなかったみたい。滑ることばかりで、両足でちゃんと両足で地面を踏みしめて歩くことをしなかった。東西の氷は溶け始めているんだ。グスタバ、今度こそ地面の上をしっかりと、自分の人生の上を踏みしめて味わう時だ。グスタバ、まだだ、まだだ。もういいのよ。私、何人もの死を見てきているわ。自分がどんな状態か、わかる。残念だわ。またいい人に巡り会えたのに。君のスケートをもう一度、見たかった。あ、ありがとう。これ、ドアを開けるカード6よ。それから、ブローチ。使い方は?あ、もうダメ。フランク。スネーク、スネーク。ん？なんだ？わ？ちょっと待って。メタルギア。スネーク、俺だ。グレイフォックスだ。グレイフォックスってさ、あれ、生きて帰ったんだっけ、この人。貴様にこの橋は渡らせん。マットナーは連れて行く。どうだ、スネーク、昔のよしみだ。ここは見逃してやってもいい。さっさとここから立ち去れ。いいか、今すぐに国へ帰れ。わかったな。はははははと。機嫌がいいですね、フォックス。俺は諦めんぞ。この先はいけないな。しかし、あの爆破は何で起きたの？なんで起きたんだ、あの爆破。メタルギアなのかな。で、マットナーはまた連れ去られたと。どうしよう、これ。助けてー。ホーリーか。スネーク、タワービルにパラシュート公開用訓練用のベランダがあったでしょ。そこからハンググライダーがあればクレバスを飛び越えられるわ。ハンググライダーはザンジバービルの1階の東にあるはずよ。感謝祭の時に見たことがあるの。じゃあね。くっ
そやられたな。あれ、いつも思うんだけどさ、なんでこの人出ないの？キャンベル。地雷原は地雷探知機を使えばレーダー上に投影されるんだが、回収は報復でできる。オーバー。うん、基本的なことしかこの人語ってくれないんだよな。じゃあとりあえず回収していきましょうか。じゃあ、ザンジバービルの東に、1階の東にある、なんだっけ、あれ開かねえな、あ、そうか、東にあるですね。あ、これどうやって、え？あれ？これどうやって行くの？